ピットロードクリチバサーキットは、ブラジルパラナ州の州都クリチバにある、レース用サーキットである。サーキットの全長は3695メートル、コース幅は平均14メートル。常設スタンドの収容人数は、最大でおよそ3万人となっている。規模的には、さほど大きくないが、国際自動車連盟が定義する、国際格式を満たしたサーキットであり、 フルレイアウトのサーキットに対しては2007年1月時点でグレード4の格付けが FIA より与えられている。時計回りに周回することを前提とし、フルレイアウトの場合、右回りのコーナーを7つ、左回りのコーナーを4つ有する。サーキットの最高点と最低点の高低差は4メートルと数字の上では比較的平坦だが、 高低差はサーキット中ほどのテクニカルセクションに集中するため、アップダウンは急なものとなる。レイアウトは高速寄りのテクニカルサーキットであり、ブラジル国内では随一となる980メートルもの長さを持つメインストレートを有し、緩やかなバンクを持ち判断を描く形となっている最終コーナーからメインストレートにかけての高速区間を大きな特徴とする。 通常のレイアウトのほか、サーキット中間部のテクニカルセクションをショートカットさせることで、オーバルコースに近い高速レイアウトへの変更が可能であり、その場合のコース長は2550メートルとなる。このサーキットは、4輪のストックカーブラジル選手権、フォーミューラトラック、マセラティトロフィー、フォーミューラルノー、2輪のブラジルバイク選手権といった、 各種のブラジル国内選手権の開催にもれなく組み込まれている。加えて、アルゼンチンのツーリングカー国内選手権である TC2000 の開催カレンダーに組み込まれているほか、過去には2002年にワールドシリーズ by 日産を開催しており、2006年には世界ツーリングカー選手権のカレンダーに組み込まれた。会一の開催こそないものの、 ブラジル国内のサーキットとしては、インテルラゴスサーキットや、ジャカレパグアサーキットと比しても、国際レースが、盛んに行われているサーキットであると言える。周回レース以外では、長いメインストレートを生かして、ドラッグレースが開催されており、ブラジル国内では、そのメッカとされる。クリチバ県に属するが、厳密には、クリチバ市ではなく隣接する、ピニャイス市に位置する。 サーキットは1965年から建設が始まり、1967年に完成した。サーキットの建設は、自動車レース、オートバイレース、そして自転車レースの開催を見込んだものであった。建設当初の名称は、ピニャイスサーキットで、1980年代には、州の名を冠して、パラナサーキットと改称され、州名を冠した。 この名は長きにわたって用いられたものの定着するには、至らず、1996年6月29日に、現在の名称に改称された。名称が変遷を経た過程の中でも、ビニャイスサーキットの名は、メディアなどで使用され続けた。また、1989年10月8日には、地元クリチバ出身のドライバーである、ラウル・ボーセルを称え、その名を監視、 ラウル・ボーセル・サーキットという名が公式の衣装として与えられ、結果、このサーキットは、クリチバ、ピニアイス、ラウル・ボーセルという3つの名で呼ばれるに至っている。サーキットに隣接して、国際格式のカート場を併設しており、このカート場から、会一ドライバーとしては、リカルド・ゾンタ、エンリケ・ベル・ノルディを排出している。リカルド・ゾンタについては、FIA GT 選手権。 ワールドシリーズ by 日産などのタイトル獲得を記念し、外戦レースとなった2002年12月のワールドシリーズ by 日産開催に際して、それらを称えて、コントロールタワー脇に記念碑が置かれている。このサーキットで開催された各カテゴリのコースレコードで、ある。ベースとなった市販車両があるカテゴリについては記した。ありがとうございます。